2019ウルフラグ1100名の頂点に立つ男をご紹介いたします。店舗数36店舗、在籍キャスト1100人オーバー、年商150億円超え、業界最大手ホストグループ、グループダンディ。グループ創設24年間、日本一の座を確固たるものとするグループダンディの中、今最も注目を集めるホストクラブがある。キャンディ。2019年度最高月間店舗売上2億2000万、年間店舗売上は驚異の13億オーバー。2020年歌舞伎町最大クラスとなる拡大移転も決まり、その勢いがとどまることを知らないキャンディで、昨年4人の年間売上1億超えホストが誕生。この番組ではそんな4人のオクトに密着、歴史に名を残す彼らの進化に迫る。2019年度グループダンディ年間売上ナンバーワン、キャンディ代表代理、キラオ。2019年12月、たった1日で1億円を売り上げ、月間売上1億2500万円突破。25ヶ月連続売上1000万円オーバー、年間売上2億6000万円突破。これらはいずれも GD 歴代記録更新。3年連続年間売上1億円オーバー、店舗年間売上ナンバーワン。気持ちですか？なんとかなったなって感じですね。今は今でいろいろやることが変わって、いや行き当たりばったりでしたね。1ヶ月でもやっぱり結構長い、まあ、レースだと思うんですけど、それを12倍の長さっていう、やっぱり山あり谷ありいろいろありって感じで、まあ、全部自分の思い通りに行くことなんてほとんどないし、一人でやってるわけではないので、支えてくれてるみんなと、まあ、時には意思疎通がうまくできなかったりとかだけど、まあ、目標は、僕の目標は変わらないし、まあ、きっと同じ思いでみんな頑張ってくれてたと思うので、僕の中では、まあ、グループダンディのめちゃめちゃもう化け物みたいなホストの皆さん、売り上げを叩く皆さんと、まあ、戦うにあたってどの数字で勝てるかなっていう感じで、まあ、最終的に目指したのは11月の終わりぐらいで、そこからその数字にたどり着くまでいろいろこう、まあ、パズルみたいにこううまくなんとか奇跡的に組み合わさって、まあ、なんとかなったっていう感じで、1になるための数字ありきというか、あまりすぐそんなに簡単にやっぱ周りもあるんで見えてくるものではなかったので、まあ、見えてからっていう感じでしたね。危なかったですね。めまいがしましたね。フラフラして、でも下向いた時にキャンディーのみんながこう担いでくれてて、あ、多分大丈夫だなと思って、最初僕座っていこうと思ったんですね。2年前のグルダンの2番の僕の大好きな大先輩が座ってたんです。みこし立てないよあれ、キラオくんって言われて、どうしようかなと思って、まあ比べるとかではないんですけど、キャンディーの本当にその担いでくれたみんなが頼もしくて、であれだけの演出あって、なんか僕座ってるのもなんかちょっと偉そうだし、立っていろいろ見渡したんですけど、まあ、なかなかの高さでしたね。最初空飛びたかったんですけど、会場から NG 出まして、あれ前会長違う会場飛んでたなと思って、ワイヤーでヒューンって来たかったんですけど、でもまあみこしでよかった。空飛んで個人プレイみたいになるより、キャンディの団結とかお店のアピールができたので楽しかったですね。で、あの僕バスで何回十何回とかもやってるんですけど、歌舞伎町でやったのは1回だけで、誰も袴いいねとか言わなくて、着物も着てないですし、スーツとまあ衣装とか着ぐるみとか、結構ユニフォーム効果じゃないですけど、袴いつ着るんだろうと思って、僕1回も売れたって思ったことがなかったんで、やっとこうみんなの前で一人前になれたかは分からないんですけど、大人になりましたってことで、10年越しの
成人式させてもらって暴れることなく帰れましたけど代表代理って代表がいるお店のものだと僕はずっと思っておりまして、代表が休みの時にお店を見たりとか代表のお仕事をすればいいのかなと僕は思ってたんですけど、代表がいないお店の代表代理という凄まじい責任感というか、代理とはいえ代表がいないという、代表のお仕事をしながらいろいろ覚えることもありながらっていう感じですかね。僕というよりはキャンディーのみんなで挙げた数字であって、キャンディーで出会った人がキャンディーのみんなと挙げた数字なので、僕は正直2億円売れたらもう上がろうと思ってまして、2018年に売れなかったので、なんか自分で決めたことすら守れないのに誰も僕の言うことを耳を傾けてくれないなと思ったんですね。そのまま上がってお店にいても自分で決めたことは自分でこう叶えなければいけないので、おまけの1年をしました。お客様もやっぱりはみたいな、もう1年やんのっていう、まあ、いけなかったからしょうがないんですけど、でもその中でやっぱりこうついてきてくれる人たちはみんなと、そしてまた新たに出会ったキャンディーで出会ったみんなで上げた数字なので、まあ、その結果が出せて僕も嬉しいですけど、みんなにとっても良かったのかな。必ずしもこうナンバーワンだぞってこう俺がナンバーワンだっていうことが、まあ、僕のやりたいこととか今後キャンディーがこうなってほしいっていうのとはまあ僕は違くて、よくセイヤジョームとかにも言われるんですけど、まあ、セイヤも2018年で上がってくれやキラちゃんってずっと言っててやっぱ上が突っかえてると上に行けないというか、まあ、お店の循環っていうのはやっぱり大事じゃないですか、まあ、僕はまあやっともう役目はもう終えたかなと。必ずしも高い売り上げを叩くことが幸せにつなげなければいけないんですけど、必ずしもそうではない状況とかによって、でも結果っていうのは12ヶ月絶対こうバンって求められるわけなんで、そこは正直本当に苦行じゃないですけど、ずっともう息継ぎなしで走ったと、まあ、そろそろ息してもいいんじゃないみたいなまあ僕含め僕についてくる来てくれたみんなのことなんですけど、僕一人で上げれる数字ではないのできっぱりナンバーは上がりました。こだわりはもうないですね。まあ、僕の考えとして、まあ、最初はハッタリでもいいと思うんですね。決める、とにかく25ヶ月前に1000万もう切らないようにしようと、その時にの年間の目標、最低でもじゃあ月1000万必要だと、まあ、思った時にじゃあまず1000万売ることを決めたんですね。でその決めるっていうのがやっぱ一番大事で、それが2018年は結構ナンバーワンでいけたんですけど、2019年のキャンディーはもう本当にレベル高いって一言で言うとあれですけど、みんながやっぱり本気でホストに向き合ってお客様と向き合って本当頂点を目指していたので、僕は正直キャンディーのナンバーはあんまり気にしてなくて、本当にこんなナンバー落ちることって水商売ずっとやっててなかったので、まあ、ずっと見てるのはもうグループダンディのランキングっていうよりは僕の中での目標があって、1位というよりは自分その数字にいかに行くかっていう感じで、じゃあ最低いくら必要だなっていうのが、まあ、1000万以上だったんですね。だから1000万は絶対に切れないじゃないですか。それがたまたまあのグループダンディの連続記録っていうのにつながっただけで、現役続けてる間は切らないでおこうというか、切りたくないなと、まあ、それは誰かがそういうことを見せれば誰かが必ず超えていくから、それをキャンディーにやっぱりこう示すためにもキャンディーのレベルは下げれないので、だから僕はナンバーワンにやっぱりこう後輩たちがなっていく中でもう本当に心から祝福ができたし賞賛ができましたね。僕の見ているものは月間のランクではなかったので、後輩の成長だったり悲願の達成だったりとか、僕はその間近でも見てたんですごいドラマティックでしたね。